ジェミニ5号はアメリカ合衆国の有人宇宙飛行であるジェミニ計画で打ち上げられた宇宙船及びその宇宙飛行計画。ジェミニ宇宙船としては5番目のものであり、1965年8月21日に打ち上げられた。1965年8月21日にタイタンー型ロケットで打ち上げられ、同年8月29日に帰還した。ジェミニ5号の目的は、 月飛行計画のために、より長期の宇宙滞在を可能とする技術の実証であった。ジェミニ4号では4日間の宇宙飛行であったが、ジェミニ5号では燃料電池を電源として用いることにより、これまでで最長の8日間の宇宙滞在を目指していた。ジェミニ5号の改修、ジェミニ5号は1965年8月21日に、ケープカナベラル空軍基地 LC-19。 発射台よりタイタン 2GLV ロケットを用いて打ち上げられている。ジェミニ5号の最初のミッションは同時に打ち上げられた重量 34kg ほどの小型衛星とのランデブー試験であった。レップは打ち上げ2時間後にジェミニ宇宙船から切り離された。レップは重量 34.5kg で無線装置などが組み込まれていた。しかし燃料電池が不調であったため、 電力が不足し、これは中止された。飛行3日目20機とのランデブーではないが、ランデブーのための機動制御飛行試験を行っている。5日目には、機動姿勢制御システムのスラスターのうちの1機が故障し、いくつかの試験が中止された。このほか地球観測や医学的実験は実施されている。大気検査突入に際しては、宇宙船を傾け、 その揚力を利用し、従来よりも制御された再突入方法を取った。コンピューターの不調により、予定地よりも約1 3 0トルずれた大西洋上に着水している。アメリカ国防総省もジェミニ5号の支援についており、人員1265メート航空機114機、艦艇19隻が投入された。ジョンソン宇宙センターに展示されている、ジェミニ5号。 ジェミニ5号は NASA のジョンソン宇宙センターで展示されている。ありがとうございます。